皆さんこんにちは。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売上を上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、社員成長支援制度という新たな視点というお話をしたいというふうに思います。初めて聞く言葉という方も多いんじゃないかなというふうに思います。実はですね、この社員成長支援制度というのはですね、この本ですね、大竹さんという方がですね、先ほど出版された本になります。これはですね、チームビルディングコンサルタントとしてですね、講座を受けていただいて、卒業生として活躍されている方の一人なんですけれども、この大竹さんという方はですね、評価制度、人事コンサルタントとしてですね、評価制度を作るというお仕事をしているんですが、それと同時にですね、やっぱりこう評価制度をどうやって使っていくかということもあって、チームビルディングという考え方を学ばれてですね、今ではそのエッセンスを取り入れて、ご活躍中という方なんですね。この方が先ほど出版されたのが、社員成長支援制度というものをご提案されているということなんですね。でこれですね、この本のポイントですね、私自身も普段よく言っている話なんですけれども、評価制度と運用という捉え方をしないということなんですね。なんかみたいな感じだと思うんですけども、要はですね、評価制度と運用というふうにこうそもそも表現上もバラバラのものとして扱わないということなんですね。要はもう評価制度と運用というのはある種も一体化した、それ自体がもう取り組みとか仕組みみたいな形で考えていくと。だからこの制度を作ることもそうです、その運用も含めて、もう全体がそもそもこう制度仕組みですよということで、社員成長支援制度という言い方をされているということですね。でもちろんそうですけど、結局ですね、そういう取り組みをされている会社ってうまくいくんですね、成長するんですね、成果が上がるんですよね。そういうことがこの本に書いてあります。で、事例も載っていたりとか、実際にこう評価のツールとかですね、そういうこともしっかり、ご紹介されているので、評価制度がうまくいってないなって言われる方は、その全体像を捉え直す意味でもぜひこの本をちょっとおすすめかなというふうに思います。ぜひですね、今後は評価制度と運用というこう分かれて捉えるということをしないということを覚えていただきたいなというふうに思っています。いかがだったでしょうか。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。